サンリュス飛行場は、スペインバレアレス諸島州サンリュイスにある飛行場。バレアレス諸島のメノルカ島東端部に位置する。サンリュイス飛行場は、メノルカ島初の民間用飛行場であり、メノルカ島の首都マオーマオンに近いサンリュイスに位置する。1920年代に建設され、1930年代後半の、スペイン内戦時には、軍用空港に転換された。 1949年には税関空港としての設備が備えられ、8月には国内便、国際便の双方に対応する民間空港となった。その後サン留イス飛行場の交通量は増加し、2度に渡って滑走路の延長工事が行われた。これによって滑走路は1850メートルとなったが、ワイドボディ機の発着陸には対応できず、さらなる滑走路の延長はできなかった。 1967年には、王立魔王飛行クラブが、サンリュイス飛行場の運営者となり、飛行クラブが施設の維持管理を行っている。1969年3月24日には、魔王魔ン郊外に、サンリュイス飛行場より、規模の大きなメノルカ空港が開港し、すべての民間航空サービスは、メノルカ空港に移管された。現在のサンリュイス飛行場は、 主にゼネラルアビエーションなどに使用されており、年間に約3000回の発着回数を有する。2007年頃から2009年頃のサンリュイス飛行場では、マクラーレン F1、スクーデリアフェラーリ、ルノー F1、トヨタ F1、ホンダ F1、BMW ザーバーが直線空力テストを行った。 イギリスヨーク州のエルビントン飛行場滑走路を利用してのテスト走行が2007年頃に騒音問題となったためである。2009年以降はシーズン中のテスト走行自体が禁止されている。ありがとうございます。